露天風呂内湯二股ラジウム温泉は、北海道山越郡群を斜万部町あざ大峰にある温泉。二股温泉、二股ラジウム温泉、二股ラジウム温泉など、複数の名称で呼ばれる。ラジウム温泉を名乗っているが、温泉法に基づく分類では、放射能濃度が基準に達しておらず、放射能汚染ではない。遠間町にある、 トーマヘルシーシャトーでは、この温泉の湯の花原石を利用している。おしゃまんべの市街地から山間部へ入った奥地に、一軒宿の二股ラジウム温泉が存在する。2001年に建物が新しくなったため以前のような人の雰囲気は薄らいだが、湯治場としての機能や雰囲気を残している。源泉に含まれる石灰分によって形成される石灰化が特徴である。 旅館の傍らには巨大な石灰化ドームが形成されており、北海道の天然記念物にも指定されている。源泉に瓶を1ヶ月浸して、石灰分を表面に付着させて作成する湯の花の置物が温泉の名物の一つとして売店で売られている。1898年、佐賀茂洋氏によって温泉が開かれる。開き湯伝説によれば、熊が温泉にかっているところを、 アイヌの人々が発見したとされる。功能は古くから知れ渡っており、戦前は帝国陸軍の保養施設としても使われていた。国道から離れた雪深い奥地に立地しており、温泉旅館の維持の困難さからか何度か経営者が変わっている。2000年に消費者金融のサンワファイナンスが旅館を買収木造旅館を建て替え、男女別の浴場を改修し、 二股ラジウム温泉と名称を変更して経営が続けられている。名物であった石灰化ドーム内の浴場が撤去され、ミニ屋内プールが増設されたほか、日帰り入浴料金が500円から1000円に値上げされた。2001年から三和ファイナンスのキャッシング広告の株5分の1程度の面積で二股ラジウム温泉の宣伝が掲載されることになり、二週間の 当時で追患版ヘルニアが了化しなければ、代金を返す旨を謳っていた。後年、厚生取引委員会は、景品表示法違反に当たると判断し、旅館を経営する三和ファイナンスに対して警告を与えた。この警告は、温泉の分野では初のケースであり、表示方法について、業界内に波紋を広げることとなった。2007年現在は、 2週間以上療養し、お客様自身が、療価の兆候がないと感じ申告した場合は、宿泊費用の全額を返還します。という表示を、ホームページ等で行っている。旅館を直営していた三和ファイナンスは2008年に、過払い再建保有者の弁護士らから、破産申し立てが行われたが却下され、SF コーポレーションに、社名変更し、2011年8月に倒産。 2018年現在は、水の素株式会社の運営になっている。ありがとうございます。